私ソロデビューして6年目が経ちます。6年目の記念すべきツアーでもあるんです。今回のツアーはね、本当にこの6年、あっという間な6年で、それこそデビュー当時からいろんな方に会って、そしていろんなことに挑戦させていただいた6年でした。CM やらせていただいたり、ラジオのレギュラー、そして、テレビ出演、そして海外でいろんな場所に行って、いろんな方に会って、いろんなことを、学ばせて、いただいて、本当に密度の濃い6年間だったんですけども、ラララ、ゆっくりテニスリスだけ上限体で鍛えて、時間映画に小説漫画で知識増やしたり、お楽しみがより緑緑、春ばっかり続く冬ばっかり、いつもあれやってこれやってそれやってなんて、もう関係ない関係ない、全然関係ない、絶頂パーティーパー、みんな一緒に届きますよ。キラキラキラリ、憧れディスコクラクラクラリ、キラキラキラリ、この瞬間を生きてるって感じたい。キラキラキラリ、アカメディスコクラクラクラリ、踊る。どれだけ心が傷ついても、この先何があっても、もますよ、私は君の味方だから、怖がらずにさあ行こう。キュッと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 、君が好きだ、君が好きだ、ララ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 ラ
であり、仲間のメンバーも駆けつけて来てくださっております。私の愛すべきアップアップガールズかっこ仮のレッド千石みなみみーこー、ちゃんとね赤着てきてね、抜かりないですね。本当に今日来てくれたんですね、ありがとう。嬉しいですね、こうやって来てくれるのは。大好きだよ。今日朝いつも本当に愛してる、そう愛してるので、いつも朝起きたら必ずみーこのツイッターをチェックするのが私の日課なんですよ。そしたら今日なぜか今日はマラソン、駅伝のマラソンの練習と、その前にお買い物行って、その後にはなんかある人のライブ行ってきますみたいな。おっと待てよと思って、確かにアップアップガールズオフって聞いてたぞということで、これはなんか来そうなのかなってよく分かんなかったんですけど、ミーコ本当にちっちゃくて最初分かんなかったの。でも最初の方のあのバンドさんが入ってきてパッて照らされた時に、愛すべきミーコがいて、最初のね、世界中に君は一人だけの I love you っていうところ、もちろん皆さんに向けて言いました。いや本当に、いや皆さんに向けて I love you って。でもその前にミーコを見つけてしまって、思わずミーコを見て I love you って言ってしまった私がいるね。本当に今日来てくれてありがとう。ジェットコースターみたいで頑張りそうになる、手探りで進んでく道、まだ思つかない、だけどその一歩で変えていける。サバイバル向いて駆け上がる未来がどんかで、一つ一つ越えてく自分だけのせい、前を歩く誰かと比べるようにも自分を信じて進めよう。このストーリー続いてく Stand up to my dream。 あるいはデビューして10年間いかがでした？なんかあれ、もちろんつまずくことだったり悔しいなって思うこともたくさんあったんですけど、今までの私の性格上やっぱり悔しさだったり悔しいとか恥ずかしいとかそういう気持ちを表に出すことがなくて、ずっと溜めてきて、でもそうじゃなくてもっと周りに甘えていいんだよって言われたとか、もっと感情出して思うがままにライブしていいんだよっていうアドバイスをいただいて、あ、こういう風にもっと最初から活動してればよかったなって改めて思います。それがこの態度につながってるんですかね。そうですね、あと5分で本気出す。本気出したらどうなるんですか。いや本気出したら本当に なんですか、分子レベルで飛び散りますよ。なんて言っていいか分からないですよ。そんなに世界中にキッカキンが、キッカキンがもう増殖中ということで、はい。でも先ほどアライブの中でですね、皆さん大きな会場に連れて行きたい、行きたいですおっしゃってましたが、はい、どこでしょう。それはもうドームじゃないですか。ドームですね、はい、もっと大きいとこってどこですか。日本の、いや世界がありますから。あ、そうですね、まず日本の大きい場所で言えば私はドーム、うん、ドームに行きたいです。先ほどみゆこさん、千石さんが来ていて、はい、11月8日に武道館決まりまして、決まりましたね、本当に。それこそ後輩のジュースジュースだったり、同僚のアップアップガールズっていうグループがどんどん武道館決まっていくので、まあ、いずれかはドームだったり、あとワールドツアーっていうのも目標なんですけども、この 2,3 年のうちには必ず私もちょっと武道館でライブをしたいなっていうのがあります。そうですね、本当は先頭に立って走っていきたいんですけども、まあ、少しずつですが自分の、 ペースで、叶えていきたいなと